九条、白川街道、堺、紀州街道ほかは、柴良太郎の気候文集、街道行くの、第四巻。週刊朝日1972年10月6日号から1973年5月18日号に、連載された。この旅は、一行と共に、京都の北の倉間街道を花瀬峠に向けて進むに、連れ、読者を、山伏どもが畜した霊子となる。 中世の世界へと誘っていくかのようである。芝は、記者時代に、京都において、宗教を担当した関係で、落北の寺社にもたびたび足を運び、怪奇な現象を目の当たりにしたこともあった。その体験が、フクロウの城や、妖怪を描く契機にもなり、この気候にもつながっている。人を容易に寄せ付けない落北の地は、 もののけやちみ毛量が生息している世界であり、モータリゼーションと乱開発が進む当時にあっても、なお、卑怯の気分を味わうことができたようである。旅の時期は1972年9月10日から11日まで。登場する同行者は、画家の須田国太、編集部の、H。訪れたところは、倉間山麓の村、花瀬峠、大悲山部城寺、部城寺川の宿。 宮間荘、上昇工事、五郷坂峠。この旅は、国取物語の舞台となった、美濃の地から始まる。以前この小説を書くために、美濃国を訪れた芝は、その空の広さと雲の湧く模様の美しさに気づき、戦乱の多かった、この土地の気分が分かったという。その美濃路を北に走り、愚上街道を通り、愚上八幡城を再訪する。そこから、 越前街道、飛騨街道へと紅葉の中を走り、白川村に入る。ここは、隣の越中五貨山と共に、室町時代末期に浄土新宗が広まり、それまでの呪術や迷信を排して、秘境文明が築かれていった歴史を、五貨山の村山家で見学した民具の優秀性などと、共に紹介している。赤尾で一泊して、越中の野に出る。越中は、 クレハ山を境にして、クレ東とクレ西で異なる文化圏を形成していることや、縦山の山岳信仰、修験道などを紹介する。さらに富山で一泊し、富山市での用事を済ませた芝は、須田国太らと合流し、新婚の人たちで華やぐ汽車で帰路に着く。旅の時期は1972年10月。登場する同行者は、須田国太、編集部の H。 詩人の t、案内役の島村美代子。長岡京を訪れた芝は、その変貌ぶりに気がめ入り、急に、篠山の球場に行くことを思い立つ。須田国太以外の同行者と大原の神社で待ち合わせる。老いの坂では、国取物語執筆で、明智光秀の信長への謀反を起こすに至る事情を、考えて数日塞ぎ込んでしまったことを思い起こす。 丹波亀山城では、その初代城主の光秀と、昭和初期に弾圧された、出口鬼三郎からその城の華麗ではかない運命に、思いを巡らせる。丹波笹山で一泊し、翌朝寒い中篠山城を訪れ、その石垣の上から連山に囲まれた盆地の風景を、眺め、もし霧の日の朝に見れば、生涯忘れがたい風景になるだろうという思いに浸る。 その後立ち食いの丹波焼きの窯元を訪れ、パンダみたいな国有のついた花瓶を買う。最後に、三田の市街地に行くと、たまたま正門払いの日に当たり、目抜き通りは、露店で渦巻っていた。旅の時期は1972年12月。登場する同行者は、須田国田、編集部の H、ジャーナリストの F、C 社の編集部の I。 中世末期に自由都市として栄えた堺を起点に、紀州街道沿いに旅する。最初に、千曲間という、芝がかつて訪れたことのある蕎麦屋を目指す。雨の中、やっと見つけ出したが、あいにく月曜で定休日だった。その後南州寺により、離宮以来の長図鉢や津田総久を呼び、一族の墓を訪ね、かつての堺の映画の痕跡がほとんどないことに、 落胆の思いを味わう。さらに、理髪店の大将の案内で、菅原道真を祀る、船町神社を訪れる。うどんを食べて、日が暮れた後、奇襲街道を降り、菓子井村付近の丹野は六郎兵衛、正幸墓所と、花は大江門直寺の墓を訪れる。旅の時期は1973年2月。登場する同行者は、須田国田、編集部の、H。 この、街道を行くシリーズの最初である、古西の道では阿戸川まで古西を北上したが、今回の旅は、その5キロ北にある今津から海津へと琵琶湖西岸を、たどり、西を見ろを通り、鶴ヶへと日本海に抜ける。この旅でも芝は、古代に思いを馳せ、城代にこの道を通った、北海国の施設団について触れているが、当時は、琵琶湖西岸は、 JR 古西線もなく寂しい地域であったが、古代においては、国際的な街道であったことに注目する。鶴ヶでは、代表的なホテルに宿泊するが、その能率主義を揶揄を込めて批判している。この4巻では、野放しの乱開発に対して批判している箇所が多く、見受けられるが、これは当時、日本列島改造論で、土地ブームが起こり、 三河のの放図な破壊が進んでいたためで、後の土地と日本人という対談集につながっていく。翌日は、ケヒの松原に行き、幕末の武田幸運斎ら水戸天狗島に対する大虐殺に思いを馳せ、その霊を沈めるごとくに植えられた水戸の梅の蕾を見る。武雄に向かう途中に、鶴川湾東岸の漁村を見下ろすところで車を止め、 その美しい景色にたまらないほどの哀悟を感じる。途中水仙の里を通り、竹雄に着くが、そこでもかつてあった、美しい柳並木がなくなっていることに失望する。漆屋という蕎麦屋に来て、そのすき屋武神の店舗に、国府、城下町と続いてきた、古い町のゆかしさを感じる。竹雄から、U ターンして、土地の木峠に向かい、 柴田勝家の静ヶ岳の戦いの敗因を分析する。養護湖では、洒落た、軽食堂に立ち寄る。旅の時期は1973年2月20日から21日まで。登場する同行者は、編集部の H、詩人の T。ありがとうございます。